吉田ステージングゲームスタート。Hello everyone! I am Yayoshi のよろしく。さあ、ということで、本日は、こちらね、今画面に映ってあるアテンザ GR3 あるんですけれども、こちらの車を使って今週デイリーレース B のモンスターサーキットに挑戦していこうと思います。で、モンスターサーキットというコースはストレートが多いわけで、GTR とかフォード GT とかなどなど、初戦型が有利になるわけじゃないですか。そうなるとやはりコーナリング型のマシンではやっぱり不利になるわけですよ。そんなパッド勢の自分がこちらのアテンザ GR3、 こちらのねコーナリング型マシンを使ったら一番手取れるんじゃないかっていう疑問が湧いたんですよ。でそう思ってこちらね最近作ったこちらのアニメ、馬娘一期の主人公であるスペシャルウィークの力を借りてね、モーツァーサーキットを攻略していこうと思います。では早速、レーススタート。さあ、第1000名、行きます。スペシャルウィーク初出走の日ですね。ポジションは5番手と、4番、グリッド4、6、両者ともバンテージ。では、行こうか、スペシャルウィーク。さあ、テザ GT3 はコーナリング型タイプで、このモンスターサーキットのあらゆるカーブのところを利用して曲がっていきたいところ、スタート。さあ、ここ届かないので先頭を譲るしかない。でここちょっと距離ちょっと持ってて、と言いたいところですが、これちょっと押さえておこう。これちょっと押さえておかないと前の方でぶつかってしまったらやばいことになる。おっと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 、危ない。ディアが乱れてしまわないように、ここはちょっと先頭を譲って、でここでどこでかわすかだな。これはここじゃまだ抜かせないでしょ、これ。まだ抜かせない。山倉で F1 押してくるな。押し寄せてくるな。ただ。まだラップ数は、まだ、2,3,4 3周ぐらい残ってる。2周目、さあここから抜き返しに行きましょうか。といったところで真っ暗で入ってくるの、ちょっと厄介だな。うわっと、でここちょっとアウトに入っといたから、でここでマクラーレンのところを抜かしていく。
大丈夫だね、後ろの方ね。曲がれよ、ちゃんと曲がれよ。よし、ここは前には行かせないからな、絶対に。で、こうして、で、このコーナー、このスピードの遅さを生かして早く曲がれるはずなんだ。うわっと枕、後ろの枕でなんてことしやがれ教えきやがったな、これけれど、これちょっと安定して、よし、離していけるか。ここをイン側取るか。うん、ペナルティー。いや、いいんで入りすぎたか、これ最初のところきつい。いやー、きついか。ペナルティー1時間、いや、じゃあ1秒、これは痛い。まずこれは痛いな。やばい、いや、もうちょっとコース把握して動かないとな、これは。ただまだ巻き返せる、巻き返せるのかな、これ本当に。今シットビスしてしまいましたが、いや、前の人、前、枕で2台ともペナルティー。行こう、ただ MR しからぬストレートでは、ストレートではマクラーデンが優勢。うわー、いやー、それはかわせっこないわ、かわせっこ、かわしようがないな。で、ここセットユーザーさせてもらって、いや、ごついね。TCS 上げた方がいいのかな、これ。いや、このままいた方がいいか。届きそうにないね、これはね。待てよ、届くよ、届くのか、いや届かない。
結果を始まって、いやー、コースリミットの無視がでかかった。これは、いやー、最初のカーブのところは大きく幅広げて曲がらないとペナルティになってしまうと、いやー、今のはかわすところがなかったな。これは今のっていうところか、もうサイドバイサイド並んでいる時点でやっぱりイン側に入っていると、やっぱりインに入りすぎた時点でペナルティを受けてしまうとのことでしたから、やっぱりきつかっただろうな、ここはね。というわけで、クリデスで8位でした。大戦目、大戦ありがとうございます。さあ、第2戦目いきたいと思います。先頭はコルベット、後ろは RCF GT3行きましょう。ただ後ろとは言いましても、コーナリングタイプですよね。自分もコーナリングタイプでしたら同じなはずです。スタート。ただアテンタ GR3 と RCF、 どっちかって言ったら RCF の方が優勢に立ちますので、抜かれるでしょう。これはコーセットを譲るか否か。大丈夫、いや、ここセットを譲るか、譲ろうかって思う前にもう抜かされてんだけど。危ない、むやみに突っ込んだりしたらスピンして終わりますからな。いや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 、3にしてミスりすぎだろ。あ、コースリミットの無視が4番手の選手にあったというわけで、おっと、乱れてしまったか。防ぎきるといったところ。で、ここちょっと押さえといて、スペチャいい仕事してくれ。これは2周目突入ですね。先頭へ離れてるな。ここちょっと早めにステラリングを離してで、でカーブで、この先直線がありますので、で、こう慎重に、ここちょっと止まっといて、で、アクセル踏んどいて、で、このまま綺麗に曲がっていくと。後ろの方では大丈夫。で、このまま加速していこう。後ろはまだ離れてるね。で、ここで、広げていきたいな
いや、縮めていきたいな、ここ3周目。いいね。いや、ちょっと遅く話した方がいいかもしれない。ね。いい形でペースを、しゃ、いやー、よし、コーナリングタイプだと、アテザの場合だと、ここは、ここの、ストレートでは優勢にはならないか。きついのですが、でもいける感じはしてきたね。この用意を守りきることが、でここインに入りすぎないように、よし、慎重にいった、これはいいね。で、こうしといて、で、ファイナルラップ、1分48秒79に、いや、後ろ近いな。待って、これ後ろなんだ？後ろ何の車だ？マスタング？形からしてみればマスタングかな、これ。うん、マスタングだね。今後ろに見えたのは。で、押さえていくと、いや、マスタング GTR と比べるとマスタングの方がグーハイに上がるほどの直線型マシンなのですよ。そうなってくると、やはりアテンザがやっぱり不利なわけですよ。ですけど、それをその壁を越えていくのが、これまた楽しいのですよ。というわけでね、第2戦でこれは用意を守りきったという感じかな。よしよし。なんとか立てた。守りきった。4番手。いいぞ。これを。よし。いいぞ。いやー、惜しくも3番手には行きたかったところだかな、これは。残念、惜しくもといった形か。で、結果は4位ということで、で、連続クリーンレースを更新中で2連続と、いやー、4位にしてよかった。スペチャいい仕事したからな、これ2戦目。いや、よかった。第2戦目、対戦ありがとうございます。さあ、3戦目、行きたいと思います。前方どころか、グリッ、ポジションの5番手は GTR、後ろはマクラーレン、ファート、めっちゃきついな、これ。両者とも直線型。ですが、頑張りますよ。スタート。逆転できる近道はどこかにあるはず。
行こう。よし、ここで防ぎ切った。少し集中しましたかね。で、後ろがやっぱり相手のここの右側に当たったことによってペナルティを受けてしまったと。確かにみんなは強いよ。でも自分だって勝ちたいんだ。で、ここで防ぎ切る。よし。いや、このか、オーバーテイクがやりたかったんだよ。このギリギリの、シゲのところギリギリでオーバーテイクするところ。いまいち後ろがね。どうぞ。よし。で、こらえておいて、ここでラウンド、ラップ2だね。ラップ2だ。さあ、ここからだ。で、右曲がっといて、右曲がっといてだな。さあ、ここストレートなんだけど、3人争っている時点のところでつまずいている可能性がありますので、行きたいところ。お、行けそう。行くところは攻める。伸ばせよ。それはかわせっこないんじゃない？よし、ストレートからついていこうか。さあ、3周目。で、ここ曲がってって、よし、慎重に曲がったぞ。おっと、相手の赤コルベットがスピンを起こしてプラスペナルティ。これはドンマイです。ただこれでコルベットとの距離が離れてしまったのですが、頑張ればある。頑張れば3番手あるかも。追いついておかないと。この状況を打開したいとな。で、
いいね。いいぞ、2秒。少しずつ、少しずつ伸ばしてってる。逃がすか。ついていこうか。ファイナルアップ。ここ大勝負。まだ行かない。ここで。くそ、行けるところだったんだけど。まだ気は抜けない。やべえ、乱れた乱れた。なんで乱れた。ちょっと TCS 上げよう。いや、やっぱしやめておこうか。ここ変なところで TCS 途中で上げちゃった。いや、なんで乱れたんだろうこれ。けどまだここは4番手かな。これはやばいぞ。これミスってしまったら完全にマスタングに追い抜かれる。ところですが、ここでペースを保ってって呼ばってと。いやー、上位の3位ぐらいまでたどり着きたかった。いやー、よかった。でもこれなんかもう今後の活躍にやっぱりテクニカルコースには向いている形だから、やばい。ここの直線型コースだろうとでもやっぱりコーナーリングコースをこのアテンダでもやっぱり腕次第によればいけるってことですよね、やはりね。というわけでね、結果はクリーデス3連続のままで 4位ということで、対戦ありがとうございます。はい、というわけで、今週のデイリーレース B のモンツァーサーキットにこちらのアテンザ GR3 を使ってみたのですが、いや、案外乗り手を選ぶどころかいい車でしたね。いや、やっぱし高最高速の加速をやっぱりし低く安定にすることによって、やはり曲がりやすいというか、スピードに乗れて曲がりやすいっていうところがあって、よし、4位を連続で取れるっていうことがやはり判明できましたので、このまま自分がやっぱり腕を上げたりとかすれば、やはり1番手にもいけるわけですよ。となれば、やし、モッツァサキットっていうホイールも他のコースどころかテクニカルコースにはやっぱり持ってこいなんじゃないのでしょうか。とは、理由もありつつも、やはりアテンザ、マツダならではのコーナーリングと安定性が高まっていて、とてもいい車でした。いや、非常に良かった。いや、今後自分の腕を上げていきながら、他の車もどんどん研究していきたいところですね。はい、というわけで、この動画が面白ければ、チャンネル登録、グッドボタンをチェックよろしくお願いいたします。その他、Twitter、Instagram、Facebook やっておりますので、そちらからもね、フォロー&チェックをお待ちしております。それではまた次のステージでお会いしましょう。See you again to on the next stage. See you!
やよしのすてちぇげけぶす。Thank you!